こんにちは。理学部ヘテロリレーションによる理学系人材育成プログラムの本庄です。つい最近、フランスから戻られたばかりの横田沙代さんにお話をお聞きしたいと思います。横田さん、こんにちは。こんにちは。横田さんの簡単なプロフィールっていうか、 はい、お話しいただきます。はい。えー、現在理学系研究科分子科学専攻、えー、修士一年をしております横田さわです。ベンゾチアゾールを用いた磁性電動性光機能性を併せ持つ電導物質、すみません、えー、複合機能性物質の開発、うん、ということをテーマに研究をしています。簡単にその留学の時期とかですね行き先とか期間について説明してもらえますか。はい。 えー、私は2009年今年の9月の1日から11月の30日まで、うん、フランスの北西部にありますレンノにあるレンド第一大学に留学しました。GP のプログラムで留学のプログラムがあったからそれを使って留学したというわけですね。はい、本当に幸運でしたね。それがありまして、ね。<laughs> このプログラム非常に幸運だった。はい、幸運だった。本当に幸運だと思っています。まあ藤原先生の、はい、がご存知のまあフランスの 大学の研究者の方のところにお世話になったわけですねその先生はフランス人ですかその先生はフランス人ですで、そのフランス人の先生の研究室は、えー、横田さん以外は全員フランス人なんですか他の外国人の留学生とかはいないんですかえと現在はですね多分おそらくいないと思いますけれども、えー、たまにですね、うん えっとキエフの人が来たりとかしていましたね。はい、まあ一週間だけ、二週間だけとかでしたけれども。実際その教授の先生はフランスに住んでいるんですけど、もともとアルジェリアの人でして、教授の先生だけですね。で、そことのつながりで、たまにアルジェリア人の研究者が来たりしますね。特こでないと、習えない特殊なものがあるっていうわけではなかったわけですか。そうですね。まあたまたま同じような研究をしていたから、まあ行ったという感じですね。その。 まあ、ある意味日本でもできるような研究を、まあ、フランスででやったとということですか日本でやっていることもあるんですけれどもやはりあの留学先の方がそれに特化した実験とか研究をしているということで、うん、あのそちらの方がやはりノウハウとかやはりたくさん持っているんですよね、うん、実験のノウハウなど。うん、なので,あのそ,うです、ね、そのノウハウを学ぶために向こうに行って学んで帰っていく どうですかその向こうの研究室に行って、はい、まあ日本でも大学院生をされてるわけですけども研究の仕方とかその研究者の方々の、まあ、あ生態とかね行動パターンとかね違いを感じましたそうですね一番大きな違いとしてはですね本当にゆったり研究してますねゆったりと余裕を持ってやってますね。時間 なかかキキビビとししてないし日本みたいにこうねあのたくさん自分が仕事を抱え込んで、うん、あの詰まってとかであの忙しかったりとかそういう感じではなくって、うん、もう本当に自分のペースでゆったりと、うん、その仕事が入ってこようがもう自分のペースでやるみたいなそういう感じでもう使えたら休憩するか、うん、帰るかとかそんな感じで本当に自分の生活リズムを軸にして。うん えっと生活していますね本当に日本の場合はなんか仕事の量とかでこう軸を作っちゃって自分の生活リズムを変えてしまうとかそういうことが結構多いと思うんですけれども例えばあの研究室朝の9時に始まってもきっかり越しに帰る <laughs> たまにこう平日でもそのえっと例えば金曜日とかですねもう9時に来て12時に帰るわって言って帰る先生もいましたし <laughs>。 はい、本当に自分の好きなように,感じ好きなように生活ししていましたねフランスの研究室が全部が全部そういうふうな研究室ではまあとは、まあ、分からないんですけどでもなんとなくまあ個人主義を大事にしてるっていうのはもうひしひしと感じたわけですねそうですねはい自分のライフスタイルを大事にしてるなっていうのはすごく感じましたねオンのスタイルとオフのスタイルそれをしっかり切り替えができるというところですねすごいいいなと思いましたね。 あのやっぱりあの、ね、日本にいるとその仕事があって、まあ、仕事というか私の場合研究があってそ,のそれが終わるともう帰って、えー、もうご飯食べて寝るとかそんな感じなんですね。なんですけれども、まあ、フランスの場合は仕事をして研究をして終わったら、えー、じゃあどっかご飯食べに行こうかとか飲みに行こうとか、うん、なって飲みに行ったりとかして楽しんで。 ダンスもしたりして楽しんで帰るみたいなそういうのがしっかりできているわけですから平日でもはいなのでそういうところはちゃんとしっかりしてるんだなっていうのであ,あいいなというふうに思いましたねその他になんか研究して三ヶ月間いて<は>いなんか日本で気づかなかったという新しい体験とかねはい経験とかう<ー>んなんか非常に記憶に残るようなエピソードとかありますか <はい S 1> あと研究の仕方とかはいその 研究室の中でのね、アプローチとか、はい、これからなんか自分も、えー。採用してみたいなと思われるような。研究の生活の中で感じたことですね。うん、えっと、まあ、いかに自分が英語できないかというのをね、思い知らされましたね。英語の方ですか。はい、あ、じゃあ、英語の方で。英語の方で。英語も結構、はい、じゃあ、仕事の現場では使ってらっしたんですか。英語しか使えないので、そのフランス語全く、ね、研究の場では使えないのではい、もっぱら英語で。 フランス語っていうのは私自身が使えないのでと、うん、いうことです。なるほど。はい、横田さんはじゃあフランス語はほとんど使えない状態でフランスに行ったわけですか？あ、そうです。はい。あ、ううフランス語は勉強はされなかったんですか？実際向こうでもあのフランスの方でフランス語の学校に通いました。 え週に2回フランス語のねえ授業を受けました。うんうん、で、そこで何とかね基礎的なフランス語というものをまあ身につけていきまして1ヶ月後ぐらいにやっとまあ人に道を聞けるとかそんな感じになりましたね。あの自分自身がね英語ができなかったという話ですけど、やっぱり自分の英語力のまあ不足を感じたわけですかそれは？ディスカッション時ですね専門用語が結構私抜けていまして。今後そういうことを日本に帰ってからも。 専門用語の英語っていうのを勉強続けたいと思いますか。そうですね。っていうか続けるべきかなと思います。やはり研究をしている身なので。その他にまあちょっと専門用語とかのですね英語力が足りなかったとっいうこと以外に何かフランス日本以外のねそのフランスという文化に行って。 ええー、触発されたものとかありますか。日本では結構、あの面倒見とかいい先生とかいらっしゃいまして。これどうなったの、機能どうなったのとか。うん、そういうのもありましたけれども。うん、はい、そういうのは一切なくてですね。うん、はい。自分でなんかするときに、まあ、聞きに行ったりとかして。うん、自分から報告しに行ったりとかし,しましたね。自発性が非常に、重要視されているわけですね。そうですね。自主性が本当にいいますね。はい。 その向こうの先生も結構のんびり屋であ結果こうなったんだ分かったみたいな感じだったのであじゃあもうちょっと話そうみたいな感じになってじゃあもうちょっとこれをこうしたいですっていうふうに言ったらあじじじゃゃあやったたらいいいんみたいな感じで横田さんじゃあもともと若干フランス的な要素があったのかな自発的なことが好きで, <laughs>、はあ、でそういうオンとオフを切り替えるのがもともと多分好きで。 でも、日本の道場の中で生かしきれなかったけど、フランス行って、やっぱりこれだというので、自分の気持ちを強くして帰ってきたというところはありますか。あ、ありますね、本当に、あ、これいいなとすごい思いましたね。はい。フランスぴったしだったわけですね。あ、はい、ぴったし、はい、ほぼぴったしな感じですね。今後、日本じゃなくて、フランスとかで、住み着いたりとか、向こうで仕事をしたり。というような希望とか、あります?。あ、考えましたね。はい、どういう道を進もうかなっていうのは、うんうん、はい。 これからさっき就職するのか、うん、あのもしくは PST を取るのか、うん、まだ考え中ですけれども、うん、PST というのはあのまあマスターを取ってすぐ行くとなるとすればフランスがいいかなっていうのは考えましたね。うん、自分に合ってるということですか。生活パターンが合ってるとか、うん、はい、うん、そうですね。研究スタイルもこういうのがいいなとか。まあ留学を考えているような後輩たちに何かアドバイスがあるとすればね、はい、まあ、一言。 お願いします。まあ、私は英語圏ではない国に行きました。で、まあ、あの当然フランスでもですね。英語が通じないとこ時もあります。その中でまあ、やってきたので、本当にまあ,あの恐れずにですね。まあ、当然英語の勉強は必要だと思います。英語のベースはしっかり持っといて、それを持ってあの海外に行く。まあ、英語圏であれ、英語圏でないにしろ。 はい、まあ、あの、すごくいい経験ができると思います。はい。まあ、今日はあの短い時間でしたけど、はい、本当にこの楽しかった雰囲気がね、十分伝わってきたので、またこれからも頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。